よもつ平坂とは、日本神話において、少女の住む現世と死者の住む高いとの境目にあると、される坂、または、境界場所。東出雲町のよもつ平坂さか、イフ坂少女と死者の住む領域に、境界場所があるとする神話は、三津の川などとも共通する思想であり、世界各地に見当たる。日本神話でのよもつ平坂は、古墳の石造りや、 棺を収めた石室に通じる道からの印象とも考えられている。古事記では上官に二度登場し、出雲国の威風夜坂がその地であるとする伝承がある。平は、崖を意味するとされる。払いの観念と関連があるものともされる。ガミイザナギと一緒に国づくりをしていた女神、イザナミが家具土を生んだことで亡くなった。悲しんだイザナギは彼女に会いに、読みの国に向かう。 イザナミに再会したいザナギが一緒に帰ってほしいと願うと彼女は高専の国の神々に相談してみるが決して自分の姿を見ないでほしいと言って去る。なかなか戻ってこないイザナミに痺れを切らしたイザナギは櫛の葉に火をつけて暗闇を照らし彼女の醜く腐った姿を見てしまう。怒ったイザナミは騎女の読みし込めを使って逃げるイザナギを追いかけるが 交戦し込めたちは、彼が投げたぶどうや竹の子を食べるのに気を取られ、役に立たなかった。イザナミは代わりに雷神と鬼の軍団、交戦軍を送り込むが、イザナギは余持つ平坂まで逃げ延び、そこにあった霊力のある桃の実を投げつけて、追手を退ける。最後に、イザナミ自身が追いかけてきたが、イザナギは船員の岩を余持つ平坂に置いて、道を塞ぐ。 閉ざされたイザナミは怒って、愛しい人よ。こんなひどいことをするなら私はついたちに千の人間を殺すでしょうと叫ぶ。これに対しイザナギは、愛しい人よ。それなら私は産屋を建ててついたちに千五百の子を産ませようと返して、もつ平坂を後にし、二人は離縁した。このほか、大国主の根の国訪問の話にも登場する。ネガタス国のスサノオから様々な試練をかけられた。 大穴むが愛する捨てり姫とよもつ平坂まで逃げ切るというもの。島根県松江市東出雲町はよもつ平坂があった場所として1940年に神、関もつ平坂いふよる坂伝説地の石碑を道町屋に建立した。道地には千院の岩とされる巨石も置いてある。近くには伊沢波を祀るいつよる神社もある。2010年の日本映画 春またたきでは、亡くなった恋人に会いたいと願う主人公が訪ねる場所のロケ地として使われた。江戸時代に書かれた雲用紙によると、松江市岩坂の小朝帰り坂にも、イザナギが雷神に桃の実を投げた伝説がある。四つ平坂について、日本書紀の本文では、言及がないが、中にあたる一書に泉平坂で言い争っていたイザナミとイザナギの中を、 くくり姫が取り持ったという話が記されている。このことからくくり姫は縁結びや和合の神とされている。北陸プロジェクト、葬られた古代日本史天国硬貨四配線三国南マイナス、アマゾンキンドルの仮説は次の通り。よもつひらとは、本来は、光線平坂であり、コワゴで平らにすることを、鳴らすという通り、よもつひらさ光線平坂は、 よもつ、奈良坂と読み、奈良盆地を意味した。危機のいざなぎいざなみの時代から、高専の国であり、床よの国であり、根の国である古代出雲の中央交通路である、瀬戸内海の東端の、片隅、片隅にある、よもつ平坂、高専、平坂、さよもつ、奈良坂は、北部九州山王県にとって墓地に過ぎず、古墳とその祭祀施設及び墓森の小部落しか、 存在しなかった。694年藤原慶戦との御琴乗りを号令に北部九州から畿内への地名を含む王朝丸ごと当選が密かに実行され、北部九州山戸王権は畿内山戸王権となった。713年の工事二次令以降、四元平坂、高線平坂、四元、奈良坂を語源、由来に奈良と命名された。 イザナキとイザナミ神話博島根 2012ABC を持つ平坂を超えた神々森田菊夫島根県立古代出雲歴史博物館2 0 1 2 1 0二十光線の国への入り口春馬たき公式サイトありがとうございます